アノールトカゲカまたはアノールカはユーロコメイグアナシタメの一家である。かつてはイグアナカにハガクレトカゲ族と共に含められアノールトカゲアカとされていた。別の説ではハガクレトカゲ族と共にアノールトカゲカとされていた。それらの場合も学名と異なり和名はアノールトカゲカだった。約400種を含む巨大なトがアノールと総称される。 日本には本来分布しないが、小笠原諸島及び沖縄本島にグリーンアノールが帰化している。以下の種と属が外来生物法により指定されており、事実上輸入はできない。この戸川、かつては以下の2属に分類されていて、それぞれ100種以上が属していた。近年の系統解析によると、アノール属は側系統であり、7属に分割するか、 逆にノロプス属も含めるべきだという。分割した場合の属リストは以下の通り。フィナキソリスを設ける説もあったが、ダクトローアに含められる。かつては、ハガクレトカゲ属、アイセレピス、リプロリーマス、エニーアリアス、ダイオソリス、プリスティダクトラス、ユロストラファスなどの属をどうかとすることもあったが、当園であることが分かった。ハガクレトカゲ属は、 グリーンイングアナ族やバシリスク族に禁煙の可能性があるが単独でかパリクロディに残し他は別化、ライオソリディに分割することが多い。ありがとうございます。